おはようございますす7月8日朝5時41分の相場解説になりますまずは日足の方を見ていきましょう、昨日はずいぶん私も翻弄されてしまいましてね、いつものこちらのレジサポラインから見てみましょうか、ここに停滞ラインがあって、それをずっと横に伸ばすと、ですねここに大きなあー、まあ、ゾーンが引けるわけなんですよね。で、い、えっ、ー、上に上がったのが下に下がっていって、そのまま下に推移するかと思ったら、ここを越えていって、 でさらに下に下がってきたということで、まあ、なかなか、ね、予測のつきにくい形になってますけども、おおむねはこちらの方で推移するんではないかなと思ってるんですよ。ただちょっとまだなんとなくわからないところですよね。で、4時間の方を見てみましょう。4時間の方に行ってみますと、先ほどのゾーンがここにぐっと引けるわけですよね、あのレンジの方が。で、ここに絡んで、ちょっと横ばいになってるかなというところなんで、 まあ私の推測というかね、予測が正しければ、このまんまこちらのレンジに入ってくれるんですけども、まだ分かりませんよね。もうちょっと様子を見ないといけないんですけども、多分上昇のね、動きもあるんですよ、こういうふうに。で、1時間の方をちょっと見てみるとね、まあ、こういう形になってますよね。 これはね私のすごく、まあ、あまり言いたくないんですけど苦手なパターンで <laughs> 小刻みに上下に行かれるとねもうどっちに張っていいのか分かんないなということで様子見になってくるわけなんですよそういう意味でも私はレンジがなかなかね苦手でございましてただレンジの辺りには必ずブレークが来るんでそのブレイクを狙って様子を見ていこうかなと思っておりますさあ今日はあ20時からあー例のねミセス渡辺さんとの対談がございますけども 考えてみればね、ミセス・渡辺さんとの付き合いも何年になるかな、私がまあネットビジネスなどを始める前後ぐらいからだったんで、もうおおむね7年ぐらいになるかなと思うんですけども、まあ、当時からね、あのミセス・渡辺さんは有名で、もっと言ったらね、2005年ぐらいからミセス・渡辺さんの存在を私の方は知っていたんですよねで。それからご縁をいただきまして、いろんな投資の案件を教わる中で、やっぱりね、突っ込んだ資金がなくなるものは多かったですよ。ででももその中でも 大原則ね1つに、えー、しないちゃんとリスクヘッジをするそして投資っていうのは余剰資金でやることであって基本的にはビジネスでお金をいくらでも作れるようになってから。 投資っってててのは取りり組むもんだってことを、ねえー、教わりまして私もそうだなと思ったわけなんですよ。えー、実は、ね、2005年前後って私は FX を結構派手にやっていて投入金額が、まあ、レバレッジもかなりかけていたんでねだいたい400倍で100万円入れてたんで4億円ぐらいの取引を毎日毎日していたわけなんですけども、まあ、こういうねでたらめなギャンブルみたいなやり方っていうのは何の実力もつかずにただ一喜一憂するだけのお金が増えたり減ったりするわけなんですよね。まあ、それからあーい,ろいろと思い返す中で えー、ビジネスを覚えて2013年ぐらいから本当に本格的に、ね、自分のビジネスを速っかくっていう形で作っていってこのビジネスを使っていくことによって余剰資金が毎月作れるようになったんでやっと投資の世界に入ってもいいかなと思って投資の世界に入ったのが2013年から3年後の2015年ということになるんですよね、まあ、それからというもの一点集中っていうのはかなり危険なのが投資だということでございます、えー、投資が一点集中がなんで危険なのかあーで分散するべきなのかっていうこととあとやっぱりね 普段ビジネスってのは一点集中っていうの,をあの相反するように見えますけども一番最初にやるべきは一点集中なんですよ。 一点集中をしてそこでえ自分がプロフェッショナルの域に達してそこがものになるようになったら2つ目の1点集中3つ目の1点集中という形でどんどん分散していって他の案件がダメになっても1つだけビジネスだけが発動できればいつでもねデフォルトしなくて済むようにできるその必勝法っていうのができたのがあ今日の私を支えているかなっていうところでございますねまですのでビジネスでお金を稼げない段階で投資をバンバンやっちゃうというのは非常に危険なんでえやっぱりねそこら辺は力量を 見極めたりとかね余剰資金の範囲っていうのを自分で確認しながらやる、これを忘れないようにしなくちゃいけないかなと思います。とかく初心者の方っていうのは自分の力量を超えた金額をね投入してしまってでダメになってしまうっていう例が多いんでね本当にこう資金的に行き詰まってしまうんですけども、しまいにはねその案件に紹介した人をこう詐欺扱いする人も出てきてね。やっっぱり情報っていうのは あの流してくれた人のやっぱ責任もあるんですけどもそれをどういうふうに解釈するかという自分の力量もありますので特に FX っていうのはねもう誰もが FX っていうのは口にするんですよ。 でも、その X, X のその相場に対してどういう解釈をもたらすかっていうのはやっぱり自分の力論になってきますんで本に書いてあった通りにやったけど失敗したみたいなのねだからといって本を破り捨てるわけでも何でもないですよね理論理屈っていうのはありますけどもそれはそうなる蓋然性が強いというだけでそれを扱っていけるかどうかっていうのはまあ別の視点なわけなんですよね例えて言えば野球をするときにイチローが使ったバットでね誰もがホームランを打てるかってことなんですよやっぱりり自分のの力ををつけけていかななればどんなホームラン王のバッターを借りたところで 空振りばっかりするってことになってきます。はい、本日は以上ですね。では、今夜20時からお楽しみに。